で旅を続けていく数年、剣に磨きをかく人々の名を惜しいままに。やったー、やりましたー。何やかんやりても、はい、ありがとうございます。あってーす。元気ですか？元気っすか？あー、よかった。どうしたよ、俺。ちょ、なんや、お前立ち見てんのに席ちらほら空いてんの。そうね、ちらほらね。なんや、これどないなってんの。そういういじめですね、これはね。だな、こうてけえへんっていういじめか。金かかるいじめやな。あー、もうほんまにね。お前、お前投げてくんの。投げてくるね、ほんまに。ええちゃう、まあ、ええちゃう、しゃあない、いろいろ。まあ、頑張ってやっていこうぜ。やっていきましょう。これもう、お前何回も続いてるしね。そう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 、なんやったらこのまま続く勢いらしいですよ。マジか。はい、俺はてっぺん取ったやろ。てっぺん取った、皆さんの前で。ありがとうございます。おー、おらちょうど玉かかれんぞ。おら、相撲じゃ。相撲やったら負けんからな。お前、俺、近江の相撲っちゃ、俺は。おー、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 おらやがったわ。おら強いやんけ、お前。相撲やったら負けんからな。お前、相撲最強やろ。相撲最強やな。SK やな。え SK。何それ。相撲最強。ええって、そういうの。最強やから SS やろ。なんなん。もうええわ、鏡割りしようぜ。見てたよ、鏡割り。オッケーオッケー。タモさん、タモさん、あれ持ってきて。タモさん、タモさん、タモさん、鏡来たね。やっとこう、はい、鏡割りは見てたいからな。見てた時はやっぱね、うん、パカオーンとかあってからね。ドゥイナー、ドゥイナー、ドゥイナーでやろうか。今日はそれでやろう、少しか。ドゥイナー、ドゥイナー、ドゥイナー。客がだから、ドゥイナー。あ、ドゥイナー、ドゥイナー、ドゥイナー。バカオーンでこう。準備はよろしいですか？稽古なんかいらんぞ。よし、行きます。俺は客信じてるからさ。行くぞ。せーの、ドゥイナー。ドゥイナー。ドゥイナー。ロッカーロー。ロッカーロー。酒飲むぜ。ロッシー酒飲むぜ。酒飲むぜ。日本酒飲むぜ。日本酒。うわよ。これちいちゃん。おい。なんで血まらなってんの？どうした？うわ。なんやそれ。誰やお前、シャチのここの部分入れたん。おいおい、誰や。うわ、最悪や、こんなの。シャチのここのとこ入れたん、誰や。誰や、お前。おでがやった。おでがやった。え、お前、おで、何時もできねえけど、シャチのここの部分切ることはできるから、おでがやった。切ることはできるからって何言ってんねん、お前、これ。お前、よせよ、お前。ひどいですやんか。飼育係のおばちゃん。シャチの飼育係。シャチの飼育。うわ、そしちゃった。何やこれ。何が始まったんやこれ。おいおい、おにぎり。おいおにぎり。おいおいおにぎり。おいおい、死んでもだやんけ。ラバーお前、何してんやおら。すんません。お前いつもやってんの取られたぞ。怒られたら帰っていったね。困ったな。反省して帰っていったな。やっぱおばはんやってもいまいち受けへんだな。やっぱりね、こうご近所さんに挨拶するのって大事やなと思いますよ。あ、そうなん。僕なんてあの普段からずっとやってますからね、うん、やってんのかな。そうそうそう、うん、まあ、近所のおばちゃんとかそういう人らにね、うん、まあ、このシーズンやったらやっぱ暑いやんか、はいはい、暑いからおばちゃんにね、はい、おばちゃん暑なりましたねって言ったらおばちゃんが、せやな暑なったな、これなんかええ感じやんかね、うん、まあ、冬場やったら冬場でね、おばちゃん寒なりましたねって、おばちゃんもやっぱり寒なったなって、風邪とか気ぃつけやんって、うん、なんか雰囲気いいでしょ、うん、でまあ暑くも寒くもないまあ中ぐらいの季節、うん、そういう時やったらおばちゃん中ぐらいやね、中ぐらいやな、おかしいやろお前、今中央やね、何中央って、中央やね、車で言ったら中央分離帯やね、中央、あんたうまいこと言うね、でこうやって盛り上がるわけですわ。
おかしいやないか、そんな挨拶。何がやな。いや俺もちゃんと挨拶してるよな。挨拶しますか。うん、なんか最近超近所あの散歩があてらうろうろすんねんけど。あそう、毎日会う人っておんねんけどな。あ顔見知りのね。そうそうそう、うん、そういうのちゃんと挨拶しますよ。あそれいいこっちゃで。あ、うん、あおじさん今日も、ね、ジョギングですか。元気ですね。あ元気ですね。あっちの方も元気ですか。え、お中学生なよお前、自転車飛ばして、お前童貞のくせにお前怪我すなよお前。やめん、おばあんない見とんねんお前、よき不満かこら。おい、おい近所のただの変態やないかい、そんなもん。変態やん、当たり前、町の嫌われもんやで、ね、それは飽きませんよそんな挨拶は。まあだから挨拶も大事やけどね。あそれからやっぱりあのアドバイスっていうのはやっぱり大事ですからね。あそう、うん、やっぱりね、あのやっぱりスポーツ選手とかああいう時やっぱりね、土壇場の時に思い出すアドバイスとかっていうのはね、すごいやっぱり肝心みたいですから、ね、何それ言うたら、あのサッカー選手とかでもあの PK ってあるやんか、あの時にはね、やっぱりこう右の方に蹴ろうか左の方に蹴ろうかってものすごく悩むらしい。でそういうと土壇場の時にね、こう前にこう監督から言われてたアドバイスを思い出したらね、ものすごいええシュート蹴れるとかあるんやね。なるほどな、うん、あちょっとやってみようか。ほな俺そ あのゴールキック、あじゃあじゃ あの PK でキックするやつするからや、あのお前ほなその監督のアドバイスちょっとあの思い出させてくれや、パッと言うてくれや。ほななんか監督の心の声みたいな、あやってくれ、出てくるわ。あどうしようかな、これ左に蹴ろうかな、でも右に蹴ろうかな、どっちがいいかな、キーパー強そうな、よう飛びよんで、あれはあもうゴリラみたいな顔しとんな、だいぶ飛びよんで、あ審判せかしとるわ、もう早いかなあかんとるな、これなんか監督なんかええこと言うとったけどな、こういう時どうせとか言うとったな、監督あ何やったかな、監督何ちゅうとったかな、あかんもうあかん、上吹いとる、もう早ければこっちあかん、何やったかな、あれ監督何ちゅうとったかな、あかん分からん、もうあかん、適当に蹴ろうかな、いけ、あい鉄夫、この試合は必ず PK まで持ち込むだろう、いいか鉄夫、その時お前は必ずお腹が空いているはずだ。鉄夫、お腹が空いたらスニッカーズだ、スニッカーズだ、スニッカーズだ、スニッカーズ。いやスニッカーズ食べたい、どうでもええから。ほんま違うねや。ない、それやったら割とのんきなこと考えてるやろ俺。どういうこと言うてんねん、腹減ってスニッカーズとかよ。違うから、もう前もって監督がものすごい土壇場の時はこうや言うてええこと言うとんねん。なるほどな、俺がちょっとそれを思い出させてるからバシッ言うたるからよ。こんな PK の時悩んでる選手よ。よしよしよし、そう右か左かどっちや、監督なんか言うとったな、どっちかな、前はうらっ西だ、お前は PK において必ず右か左かで悩む時が来るだろう、そういう時は迷わず乱りに蹴るんだ、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 どっちやねんほら。乱りってどっちやねんおい。いけない、内周、内周やないの、結局どっち蹴ったやねんこれ。え、左か乱りって言ってる、言ってみよう、分からへんやないかお前、余計迷うやないかお前、ちょっと悩んでみよう、あーどうしようかな、右か左か、監督なんちゅうとったかな、もう適当に蹴ったり、えい鉄夫、この試合必ず PK まで持ち込むだろう、その時お前は右に蹴るか左に蹴るか悩んでいるはずだ、いいか鉄夫、その時のためにこの人を紹介しよう、さあどうぞこっちへ。どうも鉄夫君こんにちは、君の憧れのサッカー選手のカズです。キングカズこと田村正和です。何話こっちこっちやないかい。おい、はい、カズやったらなんかサッカーの方のカズやったらまだええこと言ってくれんのかなって思うけども、お前田村呼んでもしゃあないやろうが今。なんか何教えてくれんのよ、なんか天気ぐらいなことしか教えてくれんやろ、そんなやったらよ。そうお前パパはニュースキャスターやのよ。だいぶ古いやねんそれ。何でもそんなええねやほやな、俺が監督やったるからビシッと決めるからよ。そう見かけたかどっちや、あどっちやったな、うん、監督お願いします、おら西だ、お前は PK において必ず右か左かで迷う時が来るだろう、俺は今からそんな時のためにお前に PK の極意を伝授できない。できへんのかよ、もうええわ。どうもありがとうございました。腹小僧ジュニア、それは腹に宿る神である。サルとの交尾による謎のウイルス感染で死んだ父に代わり、肉ぐそ神社を守る偉大な神である。今日も腹小僧ジュニアのありがたい助言を求め、悩みを持つ人間が肉ぐそ神社へとやってきた。あったあった。あったあった。これか？これが肉ぐそ神社や。ほう。うん。ここにな、腹小僧
腹小僧様がいててな。腹小僧ジュニア様。腹小僧様が前にいてたんや。いてたけど死んだんや。死んだんかい。そうやん。で今は息子の腹小僧ジュニアさんがいろんな人の悩みを解決してくれてはるそうや。お前ものすごく棒読みやんけ。何がやねんの。そんなことはね、普段からこういう喋り方やないかい。だから何やねんの。ヒゲも剃ってへんやないか今日。どんだけ舐めてくんねんお前。しばらく伸ばす思ってるだけやないかい。どうつけお前。ほんまやないか。お前みたいな長さ全然揃ってへんやないかいな。俺元からやからええけどやな。でもじゃあね、ここでな、その腹子のジュニアさんがいてて、その人解決してくれるからちょっと読んでみようよ。出てくる思うで。腹子のジュニア様。あ、誰か来た。あ、どうも。あ、S S? どうしたん。いやいやいや、腹小僧ジュニア様。腹小僧ジュニア様ちゃうよ俺らは。え、そうです、僕ら使えるもので、うん、まあまあまあそんなもんです。何、どうしたん。はい、いやいやいや、ちょっとあの悩み事をね、解決。腹小僧ジュニア様にお悩みを相談しようと思って来たんですよ。あかんよ悩み事なんか。お前え、何ですか。一般人やろお前ら。一般人ですけど。無理やって、修行せんのお前腹小僧様と直接喋られへんもん。え、そうなんですか。せやで、お前大変やで。はい、もしあれやったら俺らは聞こか、代わりに悩み。はい、悩みかよな。はい、ほら、ほら聞いたら座るやろ。脇に座りやろ。伝えてくれるんやったらええか。なんでこっち2人座るんですか。ほんま、あの手やないですか、これが。動かすなよ、切り株やねんから。重たい手やろがい。すいません。座れ、座れやろな。どうしたん、手とかも言うとあかんやろ、これ。悩みって何よ、どうした。悩みがね、最近ね、ええ顔で聞いてこなくれはるんですね。人の悩みとはええやからな。ないの。いや最近ね、結構お客さんで、あちこちでちょっと仕事をもらっててね、移動が多いんですよ。移動な、まあな、まあな、で移動してたらずっとこうやって座ってるじゃないですか。でそれがあんまり多いからちょっと、ね、腰が痛いんですよね。あ、マジで腰に回ってると、そうです。ちょっといいですかね、最近なんか乗り物に乗って腰が痛いっていう悩みを、僕の方が以前に星田さん、星庵さんの無限大で言うたんですけど、え、あれ横でこいつ聞いてたはずなんですけど。あれお前何、お台ど、お台泥棒。いや俺そんな事実もう忘れてますから。え、知らないですよそんな。何これ言ってんお前。横に言ってたけど全然そんなも覚えてないからね。かも自分の悩みのように今喋ってるわけ。もしかして完全にペチ食ったやろ。ペチ食ってないですよ。実際俺腰むっちゃ痛いですもん。もう大変なっちゃうの。腰痛いだけじゃなくて、いや僕のはもう全然関係なく、腰痛いだけじゃなくて肩も痛いし、ねたもうこの辺ここも痛いし、ここのが痛くなるんですよ。こんなこんなとこんの。ここ凝るんですよ。え、凝りを取る、直してくれっていう。凝りを、そうですね。直す方法を教えてくださいとか。まあまあまあ、やこしい。まあとりあえず呼ぼうか、腹子さん。あ、いいんですか。せっかくやから。いや、でも しょうがないやん。あ、ぜひお願いします。いいんですか。いや、ちょっと呼んできたるわ。はい、任してき、任してき。頼むで。おなるほどな。まあまあ、座りにさ。いやー、ほんまに、今から回つながらなあかんねんか。そんな言うてしまうんですか。そんな言うんですか。言うてしまうんですか。腹子ジュニアさん、なかなか来えへんねん。結構遠いとこ行ってあったとするからさ。ちょっとぐらい、なんかその、なんか体どうやったらほぐれるかとかいうのを過去に、俺もまあ、痛なったんよ、いろいろな。肩だ、はい、肩だで言うと今腰だったけどさ。そうですね、肩だ腰だなっていう話や、はい、このままね、距離行くと、なってまうけど、その時に、直した方法はあんねんけど、それはけどお金かかるからな、バカらしいやん。おー、もうその店行ってお金払って、まあ、揉んで揉んで、しばらく、はいはい、でね、治るみたいなもんで、したよ。腹小僧ジュニア様が、あ、今この降臨されましたよ、こちらに。ものすごく不気味やないですか。なんすかこれ。いやいやいや、これやってきました。待ちました、やりましたね。ちょっと呼びますわ。はい、来てくださいね。やりましたねの間に一遍待ちました。待ちましたね。待ちました、ね、待ちました、ね、はい、待ちましたね。腹小僧ジュニア様のおなーりー。最初からいらんかったんちゃう。よし、うわ。腹小僧ジュニア様です。いえ、腹小僧ジュニア様です。子供ですか、ほっぺたの方がお若いでございます。違います。腹小僧ジュニアさん、どうも。
先の人ですやんか。何言ってるんですか、あなた。あなたには何が見えてるんですか。先の人です。こちらですよ。おい、ほらここ、お兄さん、ここ、お兄さん、君に何失礼やぞ。何のお前、何のお前、こっちサイドの人間みたいになってんのよ。よくおかしいよ。よくご存じ。何を飲む。こちらです。こちらです。ここ目もくり抜いてるし。お兄さん、ここから聞こえてるから、ほらこれ動きもするんやから。おい、こっち、こっち顔で言ってますやんか。何せよ。だから何でお前こっちサイドで喋んのよ。こっちを、こっちを見て喋よ。喋れよ、喋れよ、喋れよ。はい、プロさん、すいません、ほんまに忙しいもの。はい、すいません。ちょっと、あれ、いるなよ。どなたさん、何がやな。いるなよ。あれ、見てええやん。悩みを、悩みを述べよ。ました。え、彼はあの体に、あの体の節々がよく凝るみたいなので、でそれを直接述べよ。直接言っていいんですか。なんかさっき間接的じゃないとあかんみたいなこと言われたんや。わぬわぬわぬか、かまわぬかまわぬかまわぬわぬもんのもんから言うたけど、で、あのね、最近、うん、移動が多くて、はい、あの反応してますね、体が凝るんですよ。返事してはるの。返事してありますよ、この辺で。こっち前向いてて、こっち大きい、こっち向いてて、おかしないですか、これ。アングル、アングルって何。アングルの問題です。アングルだけ言われてもそんな、はい、で体凝るんですよ、はい、どうしたらいいですか。よかろう。わ、うん、かりました。では腹小僧様、助言の方をお願いいたします。諦めよ。お帰りになりました。何よそれ。腹小僧様、お帰りになりました。諦めてください。ちょっといろいろやりましたよ。え、やばいやばい、お疲れ。それで、いやいや、諦めるだけ。怖いなぁ。諦めてください。もう、じゃあ顔作ってないやん。お兄さん、何言ってるの。見てないやん。何が見えてるんですか。へその上にジュリアって書いてるだけやん。ちょっとあれさ、兄ちゃんが、兄ちゃんが、おーだ、わかって何やこれ。うちの神社よく動くんですから。危ない、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 やるのんけ。やるのんけ。喧嘩するのんけ。やれよ、やれのんかい。おかえりください。全く失礼な。こうして腹小僧様の、腹小僧ジュニア様のめでたい助言により、人々の悩みは毎日解決されているわけでありまして、皆さんもよかったらこの肉不足神社へ参られて悩みを解決してみるのもいかがなもんでしょうか。次はどんな来客が来るのか楽しみですね。その時までごきげんよう。ここはどこだ。俺は一体誰だ。ダメだ、何も思い出せない。なんだこの真っ白な何もない部屋は。おい、誰かいないのか。助けてくれ。かなり人里離れた場所のようだな。くそ、俺はこのままここで死んでしまうっていうのか。しかし皮肉なもんだな、こんなにもヤバい状態だっていうのにドキドキしてるぜ。この状況を楽しんでいる俺がいる。きっと俺はかなりヤバい男だったようだな。さあ神様、ゲームを始めようか。何か手がかりのようなものはないのか。ん？携帯電話、携帯電話、携帯電話。携帯を持ちすぎている。完全に裏の世界の人間じゃないか。普通の人はドコモとフォーマの2つまでだろう。そうか、やはり俺はヤバい男、そしてギャングにこのような場所に閉じ込められてに違いない。そうだ、携帯のメールを見れば何かわかるかもしれない。ん？こちら2つはバッテリーが抜けているな。使い物にならない。よし、これは大丈夫だ。メールと、先日お伝えした納品の件ですが、14日の納品の件ですが、
納品が著しく遅れています。納品のことばかりだ。俺は業者なのか。せっかくドキドキしていたのに業者的な。え、いや違う、これきっと麻薬だ。うん、麻薬の取引をしていてその金を持ち逃げしここに閉じ込められた。うん、そう考えるのがいいだろう。やはりヤバいな俺は。なんだ、体に泥がつきまくっているじゃないか。かなり激しく逃げ回ってきたってことだな。何か他に持ち物はないのか。携帯灰皿、禁煙パイプ、油取り紙、携帯の覗き見防止シール。俺はメンタルが弱いのか。すごく保守的な人間なんじゃないか。待てよ、いやそんなはずはない、俺はギャングだ。こんなはずがない、他に何か。ん、シャーペン、ボールペン、ファイルとファイルの間に挟む付箋、消しゴム3つ。俺は事務員か。まさかギャングだと思っていたら事務員。そんなバカな、いやそんなはずがない。これら全て老夫婦が2人でやっているコンビニで万引きしたに違いない。血も涙もない男だぜ。そうだ、部屋に何か手がかりは。なんだこれは、ここから出られるかな。やろう、ふざけやがって。秘密の暗号だと。センデ、セング、センチ、センハ、センミ、センギデン、センデ、センス。一つもわからない。ヒント、線抜き。あれ、バカな、この文章から線を抜けばいいというのか。そんな小学生のなぞなぞの本じゃないんだから。試しにやってみるか。出口は右です。解けた。バカな、え、いやいやそんなはずがない、これは罠だ。きっと右に近づけば上から落ちてきた線抜きで頭をかち割られる。そうに違いない、俺は騙されんぞ。裏にも何か書いてあるな。ハンバーガーを食べたのは誰だ。ミオちゃんはケンちゃんが食べたと言っています。ケンちゃんはヒロシ君が食べたと言っています。これ本当に小学生のなぞなぞの本じゃないか。誰だこんなもの一枚置いたやつは。恥ずかしい。しかし出口が右にないことは分かったぞ。これなんだ、食料、いや紅白饅頭だ。誰か式に出たのか。おい誰だ、結婚式に出た人間がいる。いやそんなめでたいわけがない、ここはもっとヤバい場所なんだ。よく映画で見たことがあるぞ。赤と白のコードどちらかを切るとその爆弾が爆発する。それと同じようにこれも赤と白どちらかには大量のからしが入ってるに違いない。いやそんな若手のコーナーみたいじゃなくて、赤と白どちらかを食べると、そうだ、口の中が爆発するんだ。昔あったドンパチってお菓子みたいに。いやそんな懐かしい感じでもなくて、なぜか部屋が爆発するに違いない。そう考えよう。あれ、なんだこれは、この匂いなんだ。鼻を刺すような刺激臭、ついに俺を殺そうというのか。いやカレーだ、隣でカレーを作っている。なんで、隣が普通の家だというのか。そしてこちらから何か生臭い魚を焼く、魚だ。あれ、両隣が飯を作っている。完全に普通の家じゃないか。なんだこれは、悪魔のような女の声が聞こえるぞ。誰だ、頭痛い、やめろ、なんだこれは。違う、ザワイド、ザワイド。草の有田、そんなバカな、ふざけるなよ。おい、ご飯作ってザワイド見てて、もう俺は団地か、今団地にいるのか。そんなバカな。あれ、チャイムが鳴ったぞ。おい誰だ、ハンコだぞ、ふざけるな。物が届いてしまった。なんだこれは、きっとこれは中身は乾電池を使った爆弾、いやそれかスプレー式の砕硫ガス、それに違いないな。再瞬間製薬、ドモホンルニークル。中年女性が住んでいるというのか。いやろう、ふざけるな。いやしかしドモホルンリンクルだとしても危険なことに変わりはない。何せ初めての方にはお降りできませんって言ってるぐらいだからな。頭が痛い、これはなんだ、記憶をなくした俺の脳に断片的にフラッシュバックしてくる。これが俺、これが俺なのか。時計仕掛けのオレンジのポスターを剥がし、トレインスポッティングのポスターを貼る俺、マリオピントで丸一日エッチな絵を描いている俺、ゲーセンのパチスローで負けすぎて本間のパチスローぐらい負けてる俺、なんだこれは。こんなわけないだろ、俺はギャングだ、こんなダサい男なわけないんだ、やめてくれ。あれ、もう人が来たぞ、どういうことだ。なんだ貴様、なんだ、なんだお前は、中年女性はなんだ。
え、貴様ギャングの親玉の子分か。気分はどうかって最悪の気分だね。何、俺がトンボを追いかけていて小枝目にはまってここで解放されていた。おい貴様何を言っている、そんなわけないだろうが。うん、そして俺が、え、何、この部屋は引っ越したばかりで何もないの、ごめんね。何を言ってる貴様は。おい俺がいらなくなった携帯電話からバッテリーを抜いて売る仕事だと。おい最低限じゃないか。やめろ、俺はギャングだ、いらないこと言うな。何だ貴様、おいやめろ、もうやめてくれ。うう、全て思い出した、やはり俺はギャングだ。正体を見られたからには女だからといって生かしちゃおけねえな。恨むなら俺と出会った運命を恨むんだな。グッバイ。ティッシュ、あれ、ハンカチ、あれ、クーポン券まとまったやつ、あれあれ、俺、え、オープニングソングを使う。どうも、TM ネットワークでーす。違うじゃん、ティーネットワークやがな。タラ変身、え、ちゃうでしょ。ちょっと会うてるわ俺。小室、あ、小室、小室、キネ、俺キネで、小室で、はい、TM ネットワーク。いや、宇都宮いないじゃない。宇都がいない。宇都はいらんで、あいつちゃうやな、そんな話とびっくりするわいな。ちゃうちゃう。これはあのオープニングソング作ろう言って、はい、あのオープニングをね、はい、ソングを作って、はい、流すの、そういうコーナー。先ほど流れたオープニングソングはここです。そうそう、これだから次の回のオープニングでこれ流れるのか、みんなのか。あ、ほんまですか。これ下手したら印税も発生するよ。ほんまですか。来たんちゃう、ね、え、じゃあちょっとあのね、はい、曲早速作ってあるから、はいはいはい、じゃあみんなであの歌詞を考えましょう。よろしく、うん、じゃあ曲やるで。これにしようかもな。やっぱ矢場さんのイベントのオープニングですか。お前さすがやろ、めっちゃ気遣うやんけ。やっちゃ優しい後輩やんけ。いや、そうでもない後輩。これええわ。一応目指すか。わからん、その辺はわからん。丸がちっちゃいねんて、あ、丸丸に切れてるんだよ。
正面かかるよ、気ぃつけや。ちょっと無理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 、もう無理やと思う。ちょっとちょっとほっとけ、ほっとけ、まだほっとけ。あこの、あこのチン、全然チンチン似てないよ。無理やりチンチンチンしてる。全然ダメなのだけやもん。そんなにかかるよ、気ぃつけや。はい、もう続き考えてや。ちょっとお前らどうしたん、頭悪いな。一個も出てけへんけ。消したね。出てこずの神か、こずの神か、こずの神って知らん、俺も知らん。出てこずの神って知らん。あっ、これグワーにして、はいはい、おー面白いとか言っちゃう。おお。の見出しが不服もんだよ俺ら。そんなことない、不服やん、完全な不服顔やん。ちょいとぐらいで、そんなオープニング流れたら嫌ちゃうかな思って。ええー、めっちゃ嬉しいやんけ、そんなもん。いや、面白い。おもろい言われて嫌な気せえへんやろ。面白い。え、不服？いやいやいや、そんなことはないですけどね。面白いのをほら、こっちの方にする。いや、まあいいっすよ。面白い。面白い。どっちする？面白い。これやるやつおもんないでしょ、ほんで。ほんで、こう、お前、こうやって。正面かかるよ、気ぃつけちゃって。正面はいいけど、ちんちん書いてあかんやろ、ほんで。さっきから。的確やな、こうちゃん。怒った方がいいな。面白い。面白い。で、どうやったっけ次は。で、もう一回、野生爆弾は、てててててて。あ、二回やな。これもどうせ客誰も聞いてんねんから適当でね。もう客の目の前でそんなことが言えましたね。面白い。乗るやな。あ、キッズ。あ、キッズ。あ、キッズ。今から演じするみたいな。ね、単独ライブどんだけ子供来てるんですか。これすごいな。すごいじゃないですか。お子さんにも人気なんですね。ほんまやな。おお、こう。あ、くそ。いけた思ったら。子供に。子供。あ、子供な、こう、痩せ、子供、子供、どうも、どうぞ。2回言う。ちょっと俺全部決めてるやん。あ、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 お前むっちゃ優しいやんけ。ちょいちょい褒めてくれる。いろいろましたけどね。どうする、ほら、子供、子供にする。な、子供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 、これちょっと変えろ、ほら子供を時間です。いや、やめとくわ、普通に行く。はい、え、子供です。もうほら、もうこれでええよ、取ろうぜ。ええよ。うん、ほんまですか。ええよ、全然ええよ。夫婦じゃないだっけ。よし、じゃあ取ろうぜ。はいはい。じゃあ、わらべしこっち来じゃん。おー、で、ロシーこっち来。僕もここで知らん。え、ちょっとすいません。ちょっとごめんな。あ、ちょっと、あ、おいら、どんな身長や思ってはった。座ったときわからなかったんで。結構尺足りへんてんな、お前ら。はい、僕はあと短い。知らん。知らんってな。ふたはしてよ、そんなん。あかんよ、お前ネタむっちゃ滑ってるから。おい、やめろ。おい、そういうことや。なんで言うの。そんなユニーさんおるな、そんな。キープぐらい。おい、うせやって、こっちこっち。むちゃくちゃ滑りましたけど。オッケー、この歌詞ですね。始まってるけど。ええー。ユーティーがそれだ。え、なんだ。ワンサンハイとかあるでしょ。ワンサンハイってない。ワンサンハイ。見たね。ややこしいから。じゃあ行ける。オッケー。はい。はい。行くよ。やせ。リズムなんですか。
ちゃん。ありがとうございます。A の取れましたよ。いや、A の取れたな。いるかな、タミナのタモリだ。A の取れたぞ。タモさん。これ来たんちゃうか。いいですね。ちゃうか。これ聞けるんですか。これ聞ける、聞ける。ちょっと待ってな。今、あの、ミックス作業入ってるから。え、聞けるって？聞けるって。じゃあ、ちょっと聞いてみようぜ。俺らの力作よ。はい。下手したら印税構成やからな。じゃあ、ミュージックスタート。鉄棒でちょっと待って、やめてやんけ。それ何やねん、これ。あんな音出ないぞ。うわ、やってまた間違った。じゃ歌っとったやん。上のミスや。上のミスや。上のミスや。あんな風にならない。知らん、帰れ。出来上がってたやん。なんで、もう出来たできた。もうあれ流さないしゃあねん。僕らもう時間ないって。もうもう一回撮り直す。時間ないねん。もしあれやともう一回撮り直すか。時間ないねん。マジいいよ。撮り直されへんじゃん。うざいわ。帰れ帰れ。おおおおおおすごい取るやん。スマホキャリつけろか。いや、椅子持ってあげろや、これ。いや、おかしいやろ。我々の仕事ちゃうでしょ、これは。我々の仕事や。我々の仕事や。はぁ、文句が語られて。もう、二度と来ねんぞ。怖いよ。怖いよ、そんな怖いよ。あれ、何やねん、チンコの先からって。チンコの先から何か。チンコの先、鉄の手や。それ何や。熱い鉄の手当てられて、いやるかい。行こうぜ。行こうぜ、おい。行こうぜ、もう。行こうよ。あり、こら、しやろけ。あ、以上です。ヤバくタレント化計画。まあ、このコーナーはあの、まあはい、タレントさんになっていくにはね、はいはいはい、必要不可欠のロケに行ってきてます、はい、あ、そうなんですか。どんどんいろんなロケ行って覚えていって大物になっていこうじゃないかと。なんかグルメ行ったりするやろ。そうですね。そうそう、そのパターンのやつ。そうそうそう。今回行ってきたのはこちらです。どん、動物と触れ合うって、ね、いいですね。これワールド牧場を言って牧場に行ってきてね、そこでちょっとまあまあ動物とあらこう出してやってきたんで。動物ロケって結構難しい。難しいね。もう言うこと聞かんやつ相手やろな。だからあれって挑戦や。そう、見ていただけてね。頑張ったからな。見てもらいましょう、早速。はいはい。それじゃあ VTR お願いします。どうぞ。やばくタレント化計画というわけでね、今回はチャレンジということでね、こちらワールド牧場もやってきました。今回は、ね、乗馬にチャレンジしようということでね、やってきたんですけどもね、やっぱりね、ワールド牧場になるとね、動物かなったらいいなと思ってますけどもね、まあ、いつもね、こっち待ってるわけなんですけど、川島君遅いですよね。どこに行ったんですかね。うん、どうしたの。はい、おはい、何あれ。いつもお世話になってます、川上水道です。は川上水道。こっちも重くいざけてるね。はちょっと待ってもいいですか。よし。川上水道にも絡まれとった。川上水道何やねん、あれ。あいつ水道の仕事かいな、あれ。いつも全然あるけども、あいつ舐めとるからね。まあまあ、お前牧場でね、乗馬にチャレンジというわけが、ちょっと早速ね、馬でも出会いに行ってね。俺マッチで決まるで。よし、頑張ろうか。頑張ろうよ。よし、乗りに行こうか。行くぞ。動物たちと触れ合うために今回ヤバクがやってきたのは南河内郡にあるワールド牧場。馬やヤギ、イルカなど様々な動物たちと直接触れ合うことができ、カップルや家族にも大人気です。川上水道さんのカートに乗って動物たちの元へ向かいます。最初にヤバクを迎えてくれるのはどんな動物なんでしょうか。早速いますよ、ヤギの方が。わわわわ、すごいっけ、ここ豚やって、豚。豚ちゃんやねんけ、あれ、お前。ポケモンやねんけ。動いてるから、ポケモンやねん。ほら。うわぁ、事故や。事故や。大丈夫ですか。
大丈夫か。うわーかわいいな奥さん。あれ奥さんこれなんですか、これ鹿ですか。ヤギっすよ。鹿でしょ。鹿のヤギどう違う。見たことないで。飼育員さんから餌をもらい、ヤギの餌やりに挑戦します。おあほら、ちょっと待ち。え、この子なんで、なんで、なんでこの子、ちょっと待って。こいつめっちゃ古いやんけ。古いか、ありがたいな。うおー、ちょっと待って待って待って。なんや、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 うおー、待って待って、並びちょ、並べって。いや、しすぎやせへんか。あ、どうしよう。行くで、行くで、行くで。うおー、いいよ、ちょっと待って。うおー、ここ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 、おー、しょ、しょ、しょ。あ、そう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、何やるから、お前何やねん、お前こういう人になって。やった、やった、やんのんかい。すごいね、あの子、ほら、あの子、あいつ、あの、ほら、じっとやんの、ほら、お前、ほら向こう行けよ、お前。あの子、あの子、おい、入れてるか。これ絶対、ねえ、こいつら絶対自分のババ踏んでるっしょ。最悪や。みんな二人やから。こっさ。何もないの、あらんの、これは。続いては牛の乳搾りに挑戦です。キャー、おすごい、喜んだ、喜んだ。どうか、こう感じ、はい、あ、すごい、うまいよ。おい、この前、あのリアルキッズ、勇気のな、チンコと一緒。感覚が。何で言うたかにすんねん、お前。勇気のチンコや、これ。おー、しろしろしろ。やばいですか。いや、ちょっとぐらいだったらいけると思うんですけど、まあ、でもなんとも言います。どう、気持ち悪い。無理。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。乳搾りを終えた山久の二人は再びカートに乗り馬小屋へ向かうことに。すごい、とその時、あ、せやよ、何やあれ、おいおい、何やおい、何や、おい、どこの族や、おれどこの族や、おれ奇妙か、あ、お前、メスか。いや、めっちゃ分かってるよ。なあ、思ってるやん、おい、後ろチャック開いてんで、ケツ倒してあるから。聞くところによると自分プリンちゃんって言うらしいな。え、プリンちゃん。そうそう、ちょっとプリンちゃん、プリンちゃんやめたりってパンツの中にあって。ええやな、ボタンを押し見たれって。プリンちゃん、プリンちゃん、エッチしよう。エッチしよう。あかん、あかんよ、ケツぐらい。おい、おい、出せ、リエロ、なんでこのすんの、おい、おい、おい、リーダー、ふざけんなよ。何やろ、あれ。プリンちゃんに別れを告げ、やってきたのは馬小屋。乗馬を体験するため、飼育員さんを訪ねます。こんにちは、野生爆弾です。飼育員、飼育員のお姉さんなんですか。はじめまして。はじめまして。うわ、めっちゃ可愛いっすやん。ありがとうございます。馬ですよ。あ、めっちゃ。こちらが今回お世話になる飼育員の清水真希さん。乗馬を体験するため、まずは馬とのスキンシップを図ります。この白い馬のバロンちゃんは世界最大級の大きさなんだそうです。あ、じゃあ人参あげてみてください。え、どうぞ。真希ちゃん、馬で噛むんすか。噛みますね。どこまで我慢できるかやろ。口でな、口でやんの。お前なんてこと言うやつね。おー、そう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 、おお、すごいぞ。川島リポーターもバロンちゃんとスキンシップを図り打ち解けた様子。早速カウボーイスタイルの衣装に着替え乗馬を体験します。左足かけてもらって、もまたがってくる。え、早速ほんま乗るんですか。え、もう、はあ、乗れるんですか。いけの、大丈夫ですよ。うわぁ、はぁ、もう乗った。いけ、どう、普通普通かけて、
まあ、回さなくていいですか、はい、いきますよ、よいしょ、うわすごい、さっと乗ったらな、お前今までさんが、いやいやいや、じゃあね、足の方調整するんで、はい、どうですか、うわ、高っ、怖っ、いいです、すいません、合わせます、合わせますか、怖っ、これ何これ完全走れないですか、あ、大丈夫ですよ、そうですか、走ったら決めてください、走、止めて、止めて、止まってない適当すぎるぞ、お前ら人たち死ぬかもしれないんだよ、出したら何百キロと出るんでしょ、もっと停止したらいいです、そうですか、で、はい、進めるときは手前出してもらってちょ、行かなかった、足ポンポンってしてもらって、どこ行くよ、お前、ああどこ行くよ、お前、おい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 、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあね、止め方を教えます、止め方を教えてください、はい、そのままね、手綱を おへその方まで持って、え、ほう、はい、ほうって言いながら、ほう、あ、止まった、はい、止まったら手前出してあげてもらって、はい、よいしょ、はい、ヤバクの二人は馬にすっかり慣れたようで、なかなか様になっています、続いてはスピードを上げ走ってみることに、どう、おい、おい、あれか、いや、やばい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 、あがーダメです、ダメです、ダメです、ほら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 、店長、ちょっと待って、おらほ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 ら、続いては川島リポーターが挑戦します、あ、うんこです、おっほーほーほーめっちゃうまいほーほー、次だ、揃って走りますか、なあ、まあ、俺梨の小説したんけ、足大丈夫やったね、ゆるゆるやったぞすごいすごいこれ先生、はい、足の調節しましたお前、はい、めっちゃ速いです、あれもっと速くなるんですよね、なりますよ、さらにスピードを求め川島リポーターが挑戦します、ぜひワールド牧場の足を運んで楽しんでください。お前乗ったらいいわな。ね、うん。というわけで今回はどうもありがとうございました。お疲れ様です。チェーズ。さよなら。お疲れ様です。はい、どうも。はい。だって上手やったよロケ。いや、まだ、うん、いや面白いですけど、うん、朝の番組とか流れれないですよ。なんで？なんで？何でわかんの？え、なんか人工とか基本動物をけなしてますよね。そうですね。その辺がね。あ、お前そっち派？いやいやそっち派じゃないですけど。俺は動物と平等やね。いやでもやっぱりマスコット縛られたりしたらダメやね。マスコット縛られたらあかんと思う。タオルでね。ほんまあれマスコット怒ったらしいからな。ほんまに怒るでしょうね。いやでもまあ楽しいロケできた。俺楽しかった。また行きたいよ楽しい。いやよかったな。もうまた。
ね、あ、まあ、ありがとう、帰ってさっきもそんな終わり方でしたよね。帰って、うん、ロケ見して帰ってですか、うん、もうええから帰って、いいあともうエンディングやから、うん、ありがとう。そうなんですか、うん、はい、はけて、はけて、え、何来なくて、別に帰らんまま食らわなった終わりとか。そうですね、ええやん、なんでも。それ誰が決めた、南島さん、誰か誰大久保さん、照明の音響よ、タロ、はい、俺がルールよ、おルールさあ、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 お前モニター押せ、あ、もうほら、もうせいやちゃっちゃが片付けして押したりしたら怒られんねんて。モニターいらないですね、これ。モニターもいらんねんて、エンディングやったと戻ってしまえよな。あ、じゃあ、よし、閉めやよ。はい、すいません、こんな終わり方しまない。はい、以上、タレントが計画でした。おみす、もうお前あれだ、ね、ごめんな、なんかいろいろと変なやから打ったりして、いや反省してるから、ごめん、もっとポップにやりたかったけど、なかなか。そうなんですか、今日のキャッキーマイチだから。いやいやいや、一つもお客さん悪くはなかったですよ。あったかかったですよ、また来てや。はい、お願いします、ありがとうございます。うん、ちゃんとユニットモントとかしようぜ、みんなで。あ、いいっすね、いいっすね、こうちゃん、こうちゃんが本書いてや、ユニットモント。でも僕今日ギロギロに滑ったんで、もう考えない。ほんまやな、ギロギロに滑ったもんな。やめろ誰かフォローするやろ、すごい。あ、なんか告知とかある、あった、全然ベースやら、うん、イベントやねったら、あ、僕、いいですか、うん、あ、全然。このですね、ヤバく梅田ファンダンゴのこの、うん、ベースの方で、うん、中山浩太の番組というのをやらせていただいてます。やってんね、同じファンダンゴですので、うん、もしよろしかったら、うん、ベースメンバーたくさん見てますので、出てますので出てる人が見てんのかやな。まあ、出てるし、見てますけど、出てるし、見てるし、はい、よろしかったらまた見てください、お願いします、お願いします。そうですね、よく、ライブ出てますんで、来てください、お願いします。ベース、ベースに出てます、ベースメイン、はい、ベースメイン、はい、ベースメイン、梅田とかも出てるもんな。そうですね、ちょっと長いからな、まで来てください、行きます、あ、ね、しちゃうな、終わるか、楽しい時間がね、楽しかったな、ありがとうございます、はい、あ、どうしました、あれする恒例のあれですか、あれやる、あれやる、あれやりましょうよ、やっちゃうか、じゃあよしよしよし、やったやっちゃう、うん、じゃあ、これのあれいきますか、ジックミュージックジックジックジュースタート